香川正夫、1955年、昭和30年6月8日代は、大阪府出身の空手屋。全日本空手道連盟公認8段。日本空手小道連盟9段。主席師範。帝京大学空手道部師範。息子は、空手家芸の香川美幸城。第1回アイブスワールドカップ団体系の部優勝。第28回全国空手道選手権。大会組手の部。 形の部ダブル優勝、第3回小党派世界空手道選手権、大会組手の部優勝。世界空手連盟技術委員委員長、全日本空手道連盟ナショナルチームのコーチ、監督、協会委員会委員長などを歴任し、現在は、帝京大学空手道部師範の傍ら日本、空手小党連盟の主席師範を務めている。千二十一年三月十四日、二千二十 東京オリンピックの組手競技代表内定者であり、帝京大学での教え子にあたる上草クサ歩みに対し、2020年頃より自尊心を傷つけたり上草クサの存在を否定するような言動をするなどのパワーハラスメント行為を行ってきた問題が浮上。28日には上草クサがことの点末をブログで説明し、ネットニュースでも大きく取り沙汰される。 同月31日に全日本空手道連盟が、弁護士、外部有識者、全空連理事が、各二人ずつの、計六人で構成される、倫理委員会を開き、香川と植草から、事情聴取を行った。その結果、全空連は、香川が市内を用いた練習により、植草に、左眼球打撲症などの負傷をさせた事実を認定。 倫理委員会は声明の中で、市内を用いた練習は大変危険であり、どの練習においても全く認められるものではありません。としており、香川の処分は4月の理事会で審議されることになった。処分決定まで香川の全空連での活動は停止となった。また、植草が香川を傷害容疑で刑事告訴する方針であることが同月31日までに分かった。 4月7日、香川は全日本から手道連盟に対し、同連盟理事の辞任届を提出。4月9日、全空連は臨時理事会を開き、香川の選手協会委員長の解任と理事職の辞任を決議した。理事会後に取材に応じた香川は、私の不徳の致すところと謝罪。目をついたとか恋でやったということは、決してないと弁明した。一方、上草川は、 倫理委員会で一連の騒動の事実関係が認められたことなどから、障害容疑での刑事告訴については見送る判断を下した。4月16日、全日本から手道連盟は、上草川が香川からパワーハラスメント行為を受けたなどと訴えた問題で、パワーハラスメント認定しなかったと公式サイトに掲載した文書で明らかにした。帝京大学が2021年5月10日に、 公開した内部調査委員会の調査報告書によると、香川が実施した稽古については、安全配慮に書き、指導方法として不適切であったと指摘したものの、暴力的指導は存在しない、暴力を振るった事実は存在しなかったと、委員全会一致で結論づけた。報告書によると、市内で壁を叩くなどの行動に問題点があったものの、植草が、 市内で目をつかれたとされた件は、静止状態にあった市内の先端に突っ込んで負傷した、不慮の事故だったとした。香川は、暴力的な指導が認められなかったとの調査結果に満足している。今後全力で選手の指導に当たりたいと述べ、帝京大学は改善策を講じた上で復帰させる見通しである。 漢方、昭和57年12月17日第16,765号、達人、名人、秘伝の師範たちから、ウェブ秘伝主席師範紹介、技を極める、空手道166ページ。植草歩み、ご報告。植草歩の上ちゃんオフィシャルブログパワードバイアメーバ。2021年3月31日、閲覧。空手の練習で、市内。 上草クサ・選手、目を負傷。暴力的な指導や怒鳴られる被害をブログで告白。ハフ・ポスト。2021年3月31日閲覧。上草エクがパワハラ問題で聴取を得、きちんとお話してきました法的措置も検討か。スポーツ放置。2021年3月31日閲覧。空手の五輪メダル候補、上草クサ・の訴え認められる。 香川協会委員長が市内を用いた練習で負傷。中日スポーツ、東京中日スポーツ。中日スポーツ、東京中日スポーツ。2021年3月31日閲覧。上草歩美の弁護人、迅速な結論出た空手パワハラ騒動スポーツ、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。 2021年3月31日閲覧。植草歩美選手へのパワーハラスメントなどの事案について公益財団法人全日本空手同連盟2021年4月1日閲覧。共同通信。植草選手、障害容疑で協会委員長を国訴へ共同通信。共同通信。2021年3月31日閲覧。空手の植草歩美選手が、 刑事告訴へ、デイリースポーツオンライン。デイリースポーツオンライン。2021年3月31日、閲覧。4月9日の第29回理事会の決議結果について公益財団法人全日本空手道連二2021年4月16日閲覧。選挙会員に対する処分の件についてご説明。2021年4月16日閲覧。ABC Inc. 産経デジタル、空手五輪代表の植草選手への暴力認めず、提供代が調査報告書を公表。産経ニュース。2021年8月19日閲覧。AB、空手、植草歩美選手への市内使った稽古。提供代暴力的指導はない。内部調査医が報告書。その他、スポーツ、ニュース。読売新聞オンライン。 2021年8月19日閲覧。AB2021 年5月3日、空手道部の調査に関する内部調査委員会、空手道部の調査に関する調査報告書、2013年度、水野スポーツメントショー賞受賞者決定。ありがとうございます。